いらっしゃいませ。よ、兄ちゃん。すっかり仕事に慣れたみたいだな。あはは、なんとか。なあ、あんた喧嘩が強いんだろ。どうなんでしょう。あの時俺たちに凄んで見せた迫力、なかなかだったぜ。今度うちのせがれにも格闘技を教えてくれよ。いや、人に教えるほどのものじゃ。広瀬、大丈夫かな。おい、どけ。うわ、すいません。突っ立ってんじゃねえぞ。くびり殺す。え、おい、天使を出せ。は？ここの天使を出せと言っている。見かじめ料なら払いません。あ？今時、そういうのは暴対法で厳しく取り締まられるんですよ。暴対？なんだって？で、ここでは関係ないのか。あの、何でしょうか。これはこれは、ラインスタッドのお嬢さん、オート警察署長のグレン・アルバートだ。オート警察？え？警察？先日は見事盗賊団を壊滅させたとか。さすがは竜殺しの娘というところか。ありがとうございます。もしかしてそれで警察から表彰していただけるということでしょうか。ちげえよ。聞いたところじゃ、クラリアスをまとって大立ち回りを演じたらしいじゃねえか。あまり勝手なことをされると困るな、ジョーちゃん。私にはうちの屋敷を守るためにクラリアスを行使する権利があります。貴族として敷地内での武装は許されるはずです。ジョーちゃんはね、ジョーちゃんのことを言っているんじゃない。目撃者が2体の鎧を見たというじゃないか。どういうことだろうな。それは見間違えたのだと思います。ああ、夜でしたし、乱戦でしたから、あれは私が一人でやりました。そうかそうか、一人でな。そりゃ大したもんだ、お嬢ちゃん。ざけんなこら。そんなことが一人でできるようには思えないな、アマちゃんのお嬢さんが。協力者がいるんだろうが、どこのどいつだ。警察としてはぜひ感謝状の一枚でもくれてやりたいから、教えてくれないか。だから私が一人でやったんです。ああ、あの、注文してもらえますか。あ、ここは店なので先に注文してください。お前、どこのどいつだ。こんなところで何をしている。怪しいことしてるとしょっぴくぞ。犬が、盗賊に手も足も出なかった警察が偉そうにするな。そうだそうだ。なあ、お前らみんなぶち込んでやろうか。
何かご用でしょうか。あ、お仕事ご苦労様です。取り調べでしたら令状をお見せくださいませ。そうすれば署まで出向いて何なりとご説明いたします。善良な王国民の義務として。ただ世間話してただけだよ、客としてな。ほらよ、おいらら。あの、どこから来たのか知らんが、おかしな真似をするなよ、小僧。警察の方が苛立ってますね。マリスさん、鎧での犯罪が頻発するようになったのはここ最近のことなんです。だから警察も対処が追いついていません。そもそも鎧による治安維持活動は騎士団か貴族にしか許されていませんでしたから、多くの平民で構成される警察には武装の権限がないのですね。すぐに配備されるでしょうけど今は間に合ってません。おまけに今騎士団は戦争のために出払っていますから、警察はピリピリしています。ドア様が正体不明の鎧を扱えると知られたら、おそらく厳しい尋問を受けることになるでしょうね。そうなんですか。ただでさえ今は治安が乱れていますから、しばらくはドア様もおとなしくしていた方がよろしいかと。シェリー大丈夫か。はい。トアさん、結局表彰はしてもらえないってことですよね。お嬢様。ちょっと期待してたので。自分の屋敷を取り戻して表彰っていうのも変ですよね。表彰してもらえたら家の再興に少しは役に立つかなって思いました。ああ。しかし、これは…ドアさん、お疲れ様です。シェリー、まだ戻ってなかったのか。今日はマリスの家に泊めてもらう予定なんです。それでお店を覗いたらドアさんがまだ働いていたので。うん。本当にすみません。ん？何？屋敷のお部屋を使っていただきたかったんですが。ああ。え？このままシャムレットの2階で寝泊まりするんですか？お部屋ならいっぱいありますし、どうぞ使ってください。いや。お嬢様、それはどうでしょうか？でも、トワさんは恩人だよ。それでもです。トワ様の人柄は分かっておりますが、男性には違いありません。男性だと、ダメなの？それは、まあ。そっか。エロいことをされるから、って、トワさんが言ってたっけ？トワ様？あなたは何をお嬢様に。いやいや、俺がするんじゃなくて。誰がすると。いや、いいんだ。俺はあの屋根裏部屋のままの方が落ち着くから。そもそも朝からここで働くから、どうせなら同じ場所で寝泊まりした方が早いしな。
君は帳簿をつけているんですか？うん。すいません、だいぶつけ方がいい加減で。あはは。お金の計算が得意なんですね。まあいろいろと事情があって、決算表とか目を通すことが多かったから。決算表？いや、まあ家族でそういうの得意なの俺だけだったんだ。ご家族心配してるでしょうね。まあな。でも俺時々長旅に出たりしてたから、そんなに驚いてないかも。たびたび長旅に出てたんですか？うん。とわさんには驚かされます。厨房での仕事もこなしていますし、帳簿もしっかりつけて。いろいろやらされてきたせいだ。俺も普通の人よりちょっとは特殊な人生歩んでるから。何にしてもすごいですね。私は全然です。歌とか絵とか踊りもたくさん習いましたが、今となってはどれも役に立ちません。いつかそういうのも役に立つんじゃないかな。だといいんですが。あの、トアさん、折り入ってお願いがあるんです。え、お願い？一緒に来てほしいところがあるんです。ん、ん？すごく恥ずかしくてお願いしづらいんですが。ん、うん。それってどこ？おはようございます。ま、おはようございます。あの、マリさん、今日は俺聞いています。お嬢様の用事に付き合っていただけるとか、よろしくお願いいたします。どこか聞いてないんですけど、シェリーは言いづらそうにしていました。どこなんでしょうか？まあ、トア様ならある意味馴染むかもしれませんよね。え、俺なら馴染むとこで恥ずかしい？その服、いつも着ているんですね。え、ああ、制服ですか。ああ、落ち着くので。おはようございます。おはようございます、お嬢様。じゃあマリス、ごめんだけどトアさん借りていくね。どうぞどうぞ。トア様は私の持ち物ではありませんから。うん？そうだね。行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃいませ。それで今日はどこに行くんだ？ですね、マリスさんが俺ならある意味馴染むかもって不思議なことを言ってたけど。ん？おお、なるほど。それは確かに。トアさんが着てるのはいずこかの学園のものですよね。ああ、そうだよ。トアさんの学園はどんなとこですか？どんなとこか。私立、うん、民間の学園で結構綺麗な学園だよ。そうなんですか。私が通っていた学園もとても綺麗なところなんですよ。へえ。ここはセーレム学園です。へえ、この町にも学園があるんだな。それはそうですよ。オートには3つの学園がありますが、こちらはその一つですね。なんか学園というより宮殿みたいなところだな。私が言うのも変ですが、主に貴族の子女が通う学園です。そういう身分の生徒しか入れないので。
そっか、シェリーはここの生徒なんだ。はい、一応そうですね。一応ちょっと待っててください。準備をしてきますから。うん。シェリー、何の準備をしてきたんだ？お掃除ですよ。なぬ、実は学園にパートに来てて、少しでも生活の足しになればと。自分が通ってる学園で働いてるのか？ええ。大変だね。では早速始めますね。トアさんはお散歩でもしながら待っててください。学園内を見学したり。あれ、手伝いに呼ばれたんじゃないのか？あ、違うんです。トアさんに付き合っていただきたいのは仕事が終わった後で。あら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 、見て、シェリーがいるわ。なんだか吸い汚れてるから大きなネズミかと思った。ああ、ジュースこぼしちゃった。ねえ、ここも拭いておいて、掃除屋さん。あれ？返事は？はい。直ちに。またこぼしちゃった。あんたドジすぎ。何よその目は。文句があるの？ほら、廊下が汚いじゃない。さっさと拭きなさいよ。はい。待て。何？あんた。いいよ、俺が拭こう。父さん、下僕が下僕に仕事させてるわ。さすがはラインスタッドのお嬢様。下僕になっても人使いがお上手。ちょっと何やってるのよあんたたち。誰よ？さっきから見てるとつまんないことして。暇なのあんたら。ねえ、こいつベルフレアよ。ああ、あの、くだらないことをして、ここのお嬢さんはジュースもまともに飲めないの？偉そうに。じゃあ今日とか。にゃんだって？今なんて言った？じゃあ今日とって言ったのよ。汚れた英雄を信仰する狂った国の女が。だから何？私を放り出す？やってみなさいよ。条件。ふん。あの、ありがとうございます。あんたさ、見ててイライラするのよ。え？あんな連中にいいようにされて、なんで黙ってるの？相手が貴族だから？え、いいえ、掃除が遅いのは事実ですし。ま、どうでもいいけどね。今の子たちは？クラスメートの友達です。友達？昔は皆さんとてもよくしてくれたんですよ。皆さん怒ってるんですよ、私の父がしたことに。でも本当に父が罪を犯したのならしょうがないことです。でもまだ本当なのか分かっていない。
それに、シェリーはそうじゃないって信じてるんだろ？はい。私は、違うと思っています。父は、真面目な人ではないですが。でもそんな、王様を暗殺するような人ではありません。だからこそ、私は真実を突き止めるんです。そっか。よし。じゃあ、俺も手伝うよ。父さんはそんなことしないでください。いいからいいから。父さん。はい。ありがとうございます。そういえば、結局学園に俺を連れてきた理由って何なんだ？はい。この後、会ってもらいたい人がいるんです。会ってもらいたい人？私の親代わりの方で、ここの学園長をされている、オスカー・ブレインさんです。オスカー・ブレイン。シェーリー！おー、よく来てくれた。え？シェーリー、我が大事な娘よ。もしかして、あの人が、お父さんじゃ。いえ、違います。オスカーさん、こんにちは。すいません、いつも。停学中であっても君は大事な大事な私の生徒だ。何より親友のマナ娘じゃないか。さっきから気になっているんだが、彼は君も知っての通り、ここに来ているのは両家の淑女ばかりだ。得体の知れない男を同伴するのは感心しないな。オスカーさん、ですね、こちらは永井とあさんと言いまして。はじめまして。最近知り合った、なんていうか、お友達で、相談に乗っていただいているんです。お金のこととか。君はそんなことを心配することないんだよ。私に任せておけば一番いいようにしてあげるからね。オスカーさん、私屋敷を取り返したんです。おー、聞いたよ。さすがは彼の娘だ。君ならやれると信じていたよ。私の借金ですが、あの屋敷を処分すればなんとかなるでしょうか。そうだね。買い手が見つかるように善処しよう。が、一度盗賊が根城にした場所だ。あまり期待しないでもらいたい。なるほど。そうですよね。はい。やっと皆さんに残りのお給金を払えると思ってたんですが。シェリーは優しいね。落ち込まないことだ。私が全部いいようにしてあげるからね、シェリー。はい、ありがとうございます。トア君と言ったかな。はい。シェリーのことをよろしく頼んだよ。はい。恥ずかしいところを見せてしまいました。あの人は一体。私が席を置いている学園の学園長のオスカー・ブレインさんです。父の旧友でもあって、いろいろあった後も唯一私の後ろ盾になってくださってるんです。そっか。父のことがあって、本当なら問答無用で退学になるところを、いろいろ掛け合って学園に残れるようにしてくださったんです。今は
停学中ということになっています。それに資金繰りの相談にも乗っていただいていて、私にとっては本当に恩人です。あの屋敷を売りに出すんだ。はい、使用人の方たちの退職金とかいろいろと必要で借金をしたんです。借金してまで払ってあげたんだ。それでも払いきれなかったお金がたくさんあります。それに私お金のことが苦手で、利子とかそういう計算がなかなかできなくて、どうも返しても返してもむしろ借金が増えてる気がしてたんですね。お金って不思議だなーって思ってたんですが、それどころじゃないなって、一度トワさんに見てもらいたかったんです。そういうの苦手？お金のことなんて細かく考えるなっていう教育を受けてきましたから、オスカーさんの話を聞いて正直なところちゃんと頭に入ってこないというか、なので俺についてきてもらったと。すいません、結局今日は詳しい数字は出てきませんでしたし、無駄足になってしまいましたね。すいません。そんなのいいよ。とにかく屋敷の買取先を見つけることだな。オスカーさんがしてくれてるみたいだけど、俺たちでも探したらどうだろう？それはいいかもしれませんね。俺も手伝うよ。ありがとうございます。あれ、ちょっと待ってください。トワさんはそんなことをしている場合じゃないような。というと？帰る方法を探さないと。ああ、いや、まあそれもついでに。しっかりしてくださいね。シェリーに言われるとは。そろそろお一人で歩いてみたらどうですか？でもお店の手伝いは？お手伝いしていただけるのはもちろん助かりますが、お父さんも早く帰る方法を見つけないと。うん、ありがとう。お店で人手が必要な時はマリスの方からお願いさせていただきますので、トワさんはしばらく自由にしてみてください。ああ、わかった。よし。あれはイノシシ？と、あんたラインスタッドの？え、どうも。先日は活躍したみたいじゃねえか。これはサービスだ。で、行け。ありがとうございます。ほらよ、ラインスタッドのジョーちゃんによろしくな。ありがとうございます。
これは。おい。え。よう。小僧、なんだそれは。それって。耳に何か入れてるな。いや、これは。貸してみろ。ちょっと。なんだこれは。歌が聞こえるぞ。それはミュージックプレイヤーなんだ。ああ、ミュージックプレイヤー。君の悪い魔道具だな。これはお前が歌っているのか。違う、こんなに上手くない。面白い道具じゃねえか。これはもらっていくぞ。え、何言ってるんだ。ダメだよ。俺様は野党じゃねえ。ほらよ、これで釣りが来るだろう。それは宝石。いや、そんな問題じゃない。それは大事なものなんだ。返してくれ。ああ、小僧、ただのガキかと思ったら、すげえ目で俺を睨みやがる。俺様をそんな目で見る奴はこの国にはいないぞ。万死に値するぞ、小僧。返せ。ほらよ、次会ったら問答無用で奪うぞ。せいぜい俺様に会わないように祈るんだな。ん？あれは。これはこれは、よくお越しくださいました。いつもオスカー様にはお世話になっております。繁盛しているようで何よりですね。それはもう、オスカー様がいつもいい子をよこしてくださるから。私の目利きは一流ですからな。これはお約束の分です。そろそろ次の仕込みも終わりそうでしてね。なんと、さすがはオスカー様、仕事が早い。次はとびきりの逸材となりそうですよ。それはそれは、せいぜい稼がせてやってください。本人も金を必要としていてね、頑張ってくれるでしょう。ただまあ、これまたかなりの箱入りですからな。その辺はうまく心得ておりますとも。そういう娘の扱いには私慣れております。それにしてもオスカー様は悪いお方だ。何を言いますか。これも一つの教育ですよ。何してるの、あんた。店の中を覗いて。え、あの。ダメじゃない、坊やの年でこんなお店来ちゃ。でも可愛い顔してるから、坊やならサービスでパムパムしてあげるわよ。パムパム。あの、失礼します。どうした。知らない、
戸締まりちゃんとしたら？あれ、オスカーさんじゃない。あんたも好きね。教育者のくせに、パムパムしていくの？ふんふん。私が興味あるのは泥に落ちた美しい白鳥がもがきながら沈んでいく姿ですから。とっくに落ちきって、泥まみれになった鳥には興味はありません。やれやれ。こりゃ大した変態だわ。パムパムか。違う違う。あの店って何なんだ。オスカーさんはあんなところで何をやっていたんだろう。こんにちは。おお、父さん。どうぞ。どう。シェリーは何してるんだ？まだお掃除です。なかなか好き放題されていたみたいで。とほほ。そうだよな。よし、俺も手伝うよ。父さんは街を自由に見て回ってください。うん、人巡りしてきたから大丈夫。それより手伝わせてくれ。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ああ、ありがとう。あのさ、オスカーさんってお父さんと旧友なんだ。はい、父とオスカーさんは前の戦争で同じ部隊に属していたんです。その縁もあって私にもとてもよくしていただいているんです。そっか。はいはい。おお、恐竜。お、郵便ですか。あったー。はい、ありがとうございます。これどうぞ。今の何？グオッポですよ。グオッポ。こうやって手紙とか届けてくれるんです。可愛いですよね。可愛いかは置いておいて。そういや、人が乗ってるの見たことあるな。はい、とても頭がいいんですよ。すごいな。伝書鳩みたいなものか。伝書鳩って何ですか？俺の世界では鳥が手紙を届けるんだよ。それはすごいですね。さっきのグオッポも十分すごいと思うけど。それで手紙って？誰でしょう。うちに手紙なんて珍しいです。あれ、オスカーさんですね。オスカーさん。おお、これで借金が返せます。そっか。屋敷を手放すのは少し寂しいですが、でもお金の心配がなくなるのが何よりです。何よりラインスタッドの家を守ることができます。ここからまた再出発です。ああ、
なあシェリー、あーは言ったけどなんとかならないのか。え、生まれ育った屋敷を売るのって寂しくないか。そうですね、確かにそれはあります。でも働くようになって分かったんです。何が。人間どこでだって暮らせます。今はお金を作るのが先です。そっか、とにかくオスカーさんに会いに行こうか。はい。シェリー、よく来ましたね。オスカーさん、買い手が見つかったとか。そうですとも、苦労しましたよ。何せ訳ありの物件ですからね。ありがとうございます。では早速契約書にサインを。はい、早速サインします。え、待てー。ん、父さん、いきなり大声を上げてびっくりしました。まったく礼儀を知らない少年ですな。どうしたんですか、トワさん。いや、なんでいきなりサインしようとしてるんだ。だって買ってくださるらしいですし。それでいくらで。うん、ここに書いてありますよ。あの値段ってどうなんだ。え、値段？ほら。安いと思うけどな。ですよね。オスカーさん。なんだい。買ってくださるのはとてもありがたいと思っています。でもこの値段ではとても今の借金は返しきれません。辞めていった皆さんにほとんどお金を渡せません。それどころかラインスタッド家は。そうだね、私も胸が張り裂けそうだ。このままじゃ家は取り潰し、私がしてあげられることがないか寝ずに考えたんだ。それで妙案が浮かんだんだ。ありがとうございます。シェリー、君に仕事先を紹介してあげようと思う。え、仕事先ですか。ああ、今よりもっと稼げる仕事だよ。ありがとうございます。ぜひ。いやいや、ちょっと待て。オスカーさん、それは一体どういうお仕事で。詳しくは知らないのだが、接客業らしいね。接客は今と同じですね。そういうことならもちろん頑張ります。頑張ろう。ちょっと待った。少し考えさせてください。え、なんでですか。迂闊に OK するもんじゃないぞ。何をさせられるかわからないのに。その店の名前とかわからないんですか。何、いくらなんでも名前も聞かずに OK は。名前ならありますよ。アルミラだったかな。その店、俺知ってるぞ。何？あんなところに君は何をしに行ったんだ。あんなところ？さっきどういう店かは知らないって。いや、
俺は知ってます。何を知っているという。あそこはパムパムするところですよね。パムパム？貴様、なぜそれを。あの、トアさん、それでパムパムって何ですか？なんだろう。とにかくいかがわしいサービスが行われる場所じゃないですか。そういうことも多少あるのかもしれないね。多少って。夜の盛り場というところはどうしてもそういう側面があるんだよ。子供にはわかるまいが。だからといってあんたそんなところにシェリーを。だったらどうするというのだね。何？生きていくというのは綺麗事じゃないんだよ。君のような子供にはわからないだろうがね。優しくすることだけが愛だと思わないことだ。それだけの滞在を彼女の父は犯した。彼女が周りから認められるためには人より何倍も辛い思いをして頑張らないといけない。違うかね。どうする、シェリー。決めるのは君だ。私はたとえどんな仕事に就くことになっても頑張ります。借金を返してラインスタッドの家を存続させます。いい子だ。なーに、君には無茶はさせない。私がよく言っておくから大丈夫さ。当たり前だろう。君は私にとって大事な娘のような存在なんだ。はい。なあシェリー、いいのか、あんなこと言って。妙な店で働かされるかもしれないんだぞ。確かに少し怖いです。何をさせられるか分かっているのか。そりゃあバカにしないでください。いくら私が世間知らずだからってそれぐらい、あの、つまりお店で知らない人とお話ししたり握手したりするんですよね。は？恥ずかしいですがやります。いや、そんなんじゃないと思うけど。私は世間知らずです。自分でも分かってます。だからこそちょっとは頑張らないといけないんです。少々ハレンチなことでも頑張らないと。それも私の戦いなんです。そっか。わからない。外に出てみよう。トアさん、また盗賊団が。かもしれない。うわー、せっかく直した玄関がまた壊されています。ここが盗賊団が根城にしているという屋敷ね。よく聞きなさい、悪党ども。おとなしく投降するならよし。さもなければこのルーベルフレアが退治してくれるわ。鎧なんで。盗賊団っていうのは。とにかく
えらい勘違いしてるみたいだぞ。みたいですね。10、9、8、なんか数え始めましたよ。投稿して話し合った方が良さそうですよ。どうだろうな、話が通じる相手には見えないけど。7、6、5、待ってくれ。姿を現したのね、悪党。誤解がある。話し合おう。話し合い？悪党と話すことなんてないわ。え？おとなしく投降したからには命だけは助けてあげる。けどその前に町の人たちを苦しめた悪行の報いを身をもって思い知りなさい。まったく、やるしかないみたいだな。ジール王国王家の眷属ルーベルフレア、町の人を苦しめる盗賊団を征伐してあげるわ。まずは小手調べね。なんだ、小さな花。あれは幽霊に、うん、どうしたんですか。なんだか変ですよ。いや、それは何なんだ。見ててください。あ、鎧になった。あれは自立型のプレタポルテを生み出す卵です。あれに人が乗ってるわけじゃないんだよな。はい、無人の鎧です。幽霊はあんなものを持ってるなんて、一体どういう人なんでしょう。来るぞ。向こうはやる気満々みたいだぞ。そうですね、戦うしかないようです。なんだか自信出てきた。負けるわけにはいかないな。よろしくお願いします。負けるわけにはいかないな。よろしくお願いします。町を荒らす盗賊ども、この私が成敗してやる。待ってください。私たちは違います。本当無用。懺悔は牢屋ですることね。話を聞いてください。シェリー、今は戦うしかないようだ。まただ。はっ、頑張ります。やっ、やっ、いけるよ。はっ、まただ。よし、成長を感じる。盗賊風情がやるじゃない。でも私が負けるわけにはいかない。ストップ、ストップ、待ってくれ。でもこのままじゃ、拉致が開かないよ。武装を解いて話し合い？
盗賊のくせにいい度胸じゃない。こんな奴が盗賊なの？意外だわ。違うって。俺は永井とはただの男だ。盗賊じゃないの？そう見えるか？見えないわね。でもここ盗賊団の根城になっているって。それは俺たちが追い出したんだ。あんたらが？それでここに住んでるってこと？どういうことよ。私はシェリー・ラインスタッド、この屋敷の主です。先日ここにいるトアさんと一緒に盗賊団を征伐して屋敷を取り戻しました。だから盗賊団はもうここにはいません。あちゃー。いや、なんというか、話し合おうかしら。今さら？ごめんごめん。それならそうと早く言ってくれたらいいのに。言おうとしたのに聞かなかったんじゃないか。あの時はどうも。あの時って何？私はルーベルフレア。見ての通りの鎧乗りよ。鎧について研究するために留学生としてユグドラキングダムへ来ているわ。でも思ったより退屈で。鎧発祥の国なんだからその辺でいつだってドンパチやってると思ったのに。そんなことないでしょ。当たり前です。そもそも勝手に乗っちゃいけないって言うし、師団に喧嘩を売ろうにも今は出払ってるって言うじゃない。だから町の人を困らせてる盗賊団でも相手しようと思って来てみたのよ。それがもう退治されてたなんてね。盗賊の首領がまだ捕まってなくて賞金首になっていたから勘違いしちゃったわ。そうなんですか？みたいよ。で、何？二人は夫婦？いや、みたいなものかな。そうだったんですか？よろしくお願いします。冗談だよ。そうですよね。びっくりしました。とにかく門をぶっ壊したのは悪かったわ。すぐに修理させるから。すいません、やっと買い手がついたところですので、なんとかお願いします。買い手？何？ここって売りに出てるの？はい。なんで？引っ越すの？あんた。それがいろいろと複雑というか。そういやこの国、王が暗殺されたとかで大変みたいね。まさかあんたのお父さんの仕業だったなんて。仕業と決まったわけじゃないです。そうなの？ま、いろいろと大変ね。なるほどね。いいじゃん、決めた。私ここに住むわ。住むって？この屋敷丸ごと買ってあげる。玄関壊したお詫びもあるし、それが早くない？私も住むところ探してたのよね。でも私にふさわしい邸宅なんてなかなか空いてないじゃない。ここなら見栄えと広さは申し分ないし。ちょっと前まで盗賊が根城にしてたんだぞ。上等。私を誰だと思ってるの？ルーベルフレアよ。
それが実は買い手が見つかってるんです。そうなの？いくらで？見せて。それはダメです、個人情報ですから。これに、ね、ほい。うわあ、この屋敷を。アホじゃん。いや、盗賊がちょっと前まで目白にしていたんだ。そりゃ買いたがる人は少ないと思うぞ。ところどころボロボロだけど、趣味は悪くない建物だわ。外の景色も良かったし。よし、決めた。私が買うわ。ちゃんとした相場で。ううん、相場以上で。ルーさんって何者ですか？そんなお金が。正確には私じゃなくてパパのお金だけど、多分頼めば大丈夫よ。パパは私の言うことなら聞いてくれるから。お気持ちは嬉しいです。でもオスカーさんに頼んでますので。何？ちょっと待って、オスカーって学園長の？はい。あいつに仲介してもらってるわけね。オスカーさんは恩人ですから。で、提示されたのがこの金額ってこと？これから三人で学園長に会いに行かない？え？商談しようじゃない。オスカー・ブレイン。なんですか、いきなり。ベルフレア君じゃないですか。感心しませんな、いきなり目上の人物を呼び捨てにするなど。今日は学生じゃなくて商談相手として来たのよ。商談相手とは？ラインスタッド家の屋敷、私が買ったわ。何ですと？聞けば、あんたあそこの仲介をしてるみたいじゃない？あんた、君ね、私は学園長。いや、そうは言ってももう買い手は。あんなはした金の相手に売ることないでしょう。こちらにもメンツというものがありますからな。一度交わした約束を反故にするわけには。大事な娘よりメンツを選ぶってことね。なんですと？やれやれ。シェリー、君はどうしたいんだい？屋敷の剣、私に託すのか、この少女の言い分を飲むのか。私はルーさんに買ってもらいたいです。そうか。すいません、せっかく探していただいたのに。オスカーさん？何を謝ることがある。こんなに嬉しいことがあるか。あの頼りなかったシェリーが自分で決断するようになったんだ。オスカーさん、ごめんよ、君を試していたんだ。私のメンツなんてものはどうだっていいんだよ。私は君の成長を見られたのが嬉しいよ。つつましやかなのはいいが、時に遠慮しすぎるのは君の欠点だ。ありがとうございます。ベルフレア君、では詳しい契約はまた後日ということで。いいわなあ。ところで、ゲッツォはもう捕まったのかしら？何？
あいつだけまだ捕まってないらしいじゃない？奴がまだあの屋敷を狙っているとしたら、さすがに私も気になるわ。そもそもゲッツォーとは誰のことですかね。知らないならいいわ。それじゃ。もしかしてあんた奴の正体に気づいて。はい、オスカーさんの正体がわかりました。ま、いろんな奴がいるから、あんたも社会勉強と思って。オスカーさんはやっぱりいい人です。は？あそこまで私のことを考えてくれたなんて、君の成長が見られて嬉しい。その言葉、胸に染みました。私は頑張ります。はあ、この子大丈夫？バッカじゃないの？うえ、なんでですか？あのオスカーって男は明らかにあんたを騙してるわ。あの、人を見た目で判断してはいけません。あ、見た目がうさんくさいのは認めてるんだ。え、いや、あの、おひげとかちょっと。あんなの見た目から言動まで全部うさんくさいっての。あんたとかいいとこのお嬢さんがホイホイ騙されるからあんなになっちゃってるんでしょ。ある意味かわいそうだわ。あのね、一つ言っておくわ。あの男、あんたの屋敷を占拠していた盗賊とつながってるわ。え？ゲッツォのことを話したでしょ？ゲッツォ？誰でしたっけ？あんた、教えてあげて。え、俺？ここを占拠していた盗賊団の頭領の名前だっけ？そうよ。すごい、トワさん、よく覚えてますね。いや、自分のことをゲッツォ様って呼んだり、アピールがすごかったから。とっさにすっとぼけていたけど、隠しきれてないのよね。ゲッツォはもともとは兵士だったわ。そしてオスカーの直属の部下だった。それは本当ですか？なんでルーさんがそんなことを？ま、事情があってオスカーのことを調べてたから。オスカーがゲッツォのことを知らないはずがないの。なんで知らないなんて嘘をついたんだ？後ろ暗いことがあるからじゃないの？後ろ暗いこと、例えばこうよ。盗賊にこの屋敷を占領させる、そして買い手がなくなった屋敷を二束三文で売り払い、あんたには借金が残るようにして。もうやめてください。何を？オスカーさんのことを悪く言わないでください。ルーさんがいろいろと考えてくださっているのはありがたいと思います。でもオスカーさんは本当によくしてくださったんです。感謝をしているんです。そんな風に疑うことなんてできません。あんた本気で言ってるの？はい。はぁ、救いようがないバカね。勝手にしたらいいわ。聞きました、屋敷に買い手が見つかったとか。はい。あの、もし借金を返せたらシリーは学園にはまた通えるようになるんでしょうか？どうなんでしょう。なかなか厳しいみたいです。そうなんですか？シェリーはまた学園に戻れたらと思っているみたいです。そうですね。多分ウェイン様の勧めで入った学園だからかと。シェリーのお父さんがあの学園を勧めたんですか？
あまり教育に口出しをしないというか、興味がないようにも見えたウェイン様が唯一積極的にお嬢様に勧めた学園でした。どうして？制服が可愛いかららしいです。でもお嬢様は嬉しかったんだと思います。ウェイン様はなんていうか、あまりお嬢様と積極的に関わろうとする方ではありませんでしたから、学園にこだわっているのはそういうことだと思いますわ。ルーという子が自分が買いたいと言っていて、シェリーは悩んでいるようです。聞いてます。ルーベルフレア様、ベルフレア家ジールでは指折りの名家ですね。ただかの国とこの国は少々複雑な関係にありますから、ルー様という方がどういう方かは分かりませんが、あまり肩入れするのはどうかと思います。複雑。つい15年ほど前にかの国とこの王国は大きな戦争をしたんですよ。え、じゃあシェリーが言っていた戦争ってルーの国とだったんですか？そうですよ。和平を結び、今ではルー様のような留学生も受け入れるようになりましたが、それ以前は何度も戦争を繰り返してきた両国ですので、そうそう割り切れない問題が残っています。あの、なんで戦争してきたんですか？複雑な問題ですが、一言で言えばどちらが悪でどちらが正義かという問題なんでしょうね。どちらが正義でどちらが悪？ルー様の国とこの王国は正義と悪をめぐって長く争い続けているのです。あの、話は分かっているね。授業料の子。ああ、私としてもこんな話をするのはとても心苦しい。どうにかしてあげたいと思う。が、アリサ君だけ特別扱いするわけにはいかないんだ。あの成績では小学生のままというわけにはいかないだろう。違うんです。あんな成績のはずがありません。誰かが私の答案を差し替えたとしか考えられません。そうかもしれない。いや、きっとそうだろう。アリサ君のような優秀な生徒があんな成績を取るわけがない。じゃあ証拠がない。調査はしよう。でもとにかく目の前のお金をどうにかしないとね。アリサ君は偉い子だよ。貧しい家族のために必死に勉強をしていい仕事に就こうと頑張っている。これからの国を背負うのは君たちみたいな若者だ。田舎の親に心配はかけたくないものだね。わかるよ、わかる。麗しき家族愛、学園長としてできるだけ応援してあげたい。そこでだ、アリサ君にいい働き先を紹介しようと思う。何も心配いらない。私は君たちのいわば父のようなものだ。私がちゃんと後ろ盾になってあげよう。はい。今夜面接を行う。誰にも言わずここに来なさい。いいね。誰にも言わずだよ。わかりました。私そう、今夜ね。大丈夫、泣かないで。あとは私に任せなさい。ふぅ、今日はこの辺ですね。ああ、お疲れ様。なあ、シェリーはどうするつもりなんだ？どうすると言いますと？もし屋敷が売れて借金とか使用人の退職金とか払ったら、
ここでこの店を続けていく？最近それでもいいのかなって思い始めています。トアさんが手伝ってくれて、シャムレットも繁盛してきました。こうやってマリスと3人でずっとやっていくのもいいのかなって。すいません、トアさんはそのうち帰らないとダメなのに。いや、それじゃあダメなんです。私は家を守らないと。それにお父様の疑惑をこのままにはしておけません。私が真相を突き止めるんです。お父さんのこと信じてるんだな。それは、正直わからないんです。え？お父様は確かに英雄ですが、決して世間の評判が良かったわけじゃないんです。ろくに仕事をせずに毎日飲み歩いて女の人と遊んで、そのことでいろんな人と喧嘩もして、だけど腕は立つから相手を暴力でねじ伏せてお父様を恨む人もたくさんいました。だから今回の事件でお父様をかばってくれる人もほとんどいません。なんていうか、結構自堕落な人だったの。客観的に見るとそうなりますね。昔はそうじゃなかったみたいですが、その頃のお父様は、私は小さすぎて覚えてないです。邪魔するわよ。ん？ルーさん、この前は、すいませんでした。どうでもいいわ。それよりあんたにいいこと教えてあげるわ。いいこと？なんでしょうか。ワクワクします。オスカー・ブレインのことよ。オスカーさん。もしかして。ええ、そうよ。オスカーさんが、やっぱりいい方だと分かったんですね。全然違うわ。なんでそうなるのよ。だって、いいことっておっしゃったので。しっかり聞きなさい。はい。奴は、生徒に借金を背負わせては、いかがわしい仕事をさせている。おまけに、学園の金を私的に流用しているらしいわね。あんたも、働かされそうになったんでしょ？ルーさん。何よ。いかがわしい仕事って、何でしょう。え？いや、それは、ほら、ねえ、手をつないだり、お話ししたり、とかじゃないの？それは、いかがわしいですね。だよね。いやいや、そんなんじゃないだろう。え？じゃあ何？いや、ほら、だから、いかがわしいっていうのは。教えてやる。これが本当のいかがわしいってやつだ。シェリー、あんたちょっと狂ってるんじゃないの。どちらかというと、奥手でシャイな永井というクラスの友達の評価だぞ。嘘をつけー！とにかく、今夜奴を踏んじばって、
証拠をつかんでやるわ。証拠をつかんでから踏んじばるのがいいよな。どっちも同じことよ。ルーさん、あなたは一体何をしているんですか？私？私は正義の味方よ。正義の味方。あんたも来るでしょ？う、あの男は恩人ずらしてあんたを食い物にしようとしてたのよ。それはまだ信用したいの？だったら直接あの男の正体を確かめたらいいわ。私は。お待ちください。マリス、立ち聞きしてしまい申し訳ございません。聞けばオスカー様の悪事を暴くとかおすすめできません。あんたも主があんな奴に騙されたままでいいの？もちろん許せません。ただあなた方でオスカー様に挑んでも勝ち目があるとは思えません。オスカー様はウェイン様と共に先の戦争を勝利に導いた英雄の一人。現役を退かれてしばらく経つとはいえ力でどうこうできる相手ではないかと。ちょっと待って、ウェイン様って、そういやあいつシェリーの父親のこと親友とか言ってたわよね。あんたの父親、名前は？ウェイン・ラインスタッドです。ウェイン、竜殺しのウェイン・ラインスタッド。ファミリーネームを失念してたわ。あなたがあの男の娘、私たちの宿敵。そう、そういうことだったの。シェリー・ラインスタッド。はい。勝負といかない？勝負？どっちがあいつを倒すか。そんなことを言われてもオスカーさんが悪い人かまだわかりません。私はやっぱり信じたいです。煮え切らないわね。これだけコケにされて悔しくないの？オスカーさんは恩人です。何か訳があるのかもしれません。まずは話を聞いてから。バッカじゃないの？あんた怖いんじゃないの？奴に歯向かって学園にいられなくなるのが。呆れた。図星なのね。今更学園から追放されるのを恐れてるなんて、自分の置かれている状況が分かってるの？好きでこうなったんじゃない。私が何をしたんですか？私はただ普通に暮らしたかっただけです。くったらない。死ぬまで泣き言言ってればいいわ。みっともないところをお見せしました。ルーさんの言う通りです。私は結局学園に未練があるんです。席を置いていればいつかは戻れるんじゃないかって甘えていたんです。甘えは捨てます。私は私の目で確かめたい。どうなるとしても。これさ。え？俺ずっと制服着てるだろ。マリスさんにこっちの世界の服も勧められたんだ。でもこの服を着てた方が戻れるような気がしてさ。何の根拠もないのにな。シェリーが学園に戻りたいって気持ちわかるよ。俺にとって学園はそんなにいいところでもなかったけど、やっぱりもう戻れないと思うと寂しい。行こう、一緒に真実を確かめに。父さん。はい。約束通り来ましたか。はい。誰にも言ってませんね。はい。面接って何を？
君の覚悟を見たくてね。覚悟は、あります。そうかい。だったら、この衣装を着て、この鞭で私を思いっきり叩きなさい。え？このヒゲメガネ、ヒゲメガネ、ヒゲメガネと罵りながら私をぶちなさい。さあ、早く、早く。どうしましたか？ふん。ベルフレア家のご息女はこんなはしたないことはできませんかね。あんた。下手な変装はもう結構です、ベルフレア君。あんた、最初から気づいてたのね。学園長ですからな。生徒のことは何でもお見通しですよ。だったら話が早いわ。あんたを成敗する。来てみなさい、アーメンシュンファイヤー。何これ、動けない。あらかじめここらには魔法陣を書いておきました。バカな、大掛かりな魔道具も使わずこれほどの魔力を。私を何だと思っているのですかね。俗物の理事長ですか。私は英雄ですよ。あなたの国との戦争を勝利に導いた希代の魔法使い、オスカー・ブレイ。舐めないでいただきたいですが。それが今じゃ、生徒を食い物にして欲望を満たす化け物にでもなったわけ？人聞きの悪い。私は生徒を愛しているのですよ。従順な淑女に育て上げる責務がある。あなたのような身の程をわきまえない行儀の悪いお嬢様を徹底的に教育し直す責務がね。私にとってあなたの目的も興味深い。ジールでは有数の名家の跡取りであるあなたが、金も名誉もあるあなたがどうしてこんなことに首を突っ込む。正義のヒーロー気取りですか。気取りじゃなくてそのものよ。私はルー・ベルフレア、正義の味方よ。最強な夢見るお姫様といったところですかな。何とでも言えばいい。私は私の国の汚名を注いでみせる。ウクンを立てて私の名前を世界に知らしめるのだわ。汚れた英雄リディアを信奉するジールの民。安い正義ごっこごときであなた方の呪われた歴史が清算できると思いましたか。おめでたいですね。何とでも言うがいいわ。私は私の信じる正義をこの手で行う。そしてジールの人々を呪いから解放する。そう、私ルー・ベルフレアは英雄になる。親の権力と財力で守られているだけの人形が、いい気な妄想に取りつかれたものですが、今宵は特別レッスンを施して差し上げましょう。その美しい体にじっくりと。一つ聞かせて、あなたはあの子を騙していたの？あなたを親と慕うあの子のことを。シェーリー、我が親友のマナ娘なわけがあるか。親友だと片腹痛いわ。
私は彼女の父親が大嫌いでね。あの世間知らずの小娘が私を信じながらゆっくりと奈落に落ちていく姿を眺められたらどんなに愉快でしょう。あんた最低な教育者ね。私は腕一本でここまで来た。そのことに誇りを持っています。ぬくぬくと家柄だけでのんきに暮らしている子供たちの将来を憂いています。私が社会の厳しさというものを教えてあげているのです。素晴らしい教育じゃないですか。ふざけるな。私はあんたなんかに存分に強がってください。けれど夜が明ける頃、君は心も体も私の教育に屈服しているだろう。君は負けたんだ、ルーベルフレア君。私の方が一枚上手だったようですね。どうかしら。おかしいですね。この後に及んでその余裕、助けでも呼んでいるのですか。呼んではないけど、私の患者そろそろかなってね。何がそろそろなんですかね。言ったでしょ、私人を見る目はあるのよ。はい。オスカーさん。何。シェリー、なんで君が。私はあなたを信じてました。あなたはお父様の友人で私を助けてくれた。だけど違ったんですね。シェリー、私はお前のそんな絶望にまみれた顔が見たかったのだよ。いいこぶるなよシェリー。信じていた。嘘をつくものじゃないな。信じていたならこんなところに来るわけがないでしょう。君は父親の旧友であり親代わりでもあった私を疑ってこんな時間に学園まで来た。君は恩人を疑ったんだ。なんということだシェリー。貧乏というのは人を堕落させるものだね。お前は貴族の身分を失ったばかりじゃない、恩人を疑うほどに人として堕落したのだよシェリー。お前の父は罪人だ。そしてお前は恩人を疑う恩知らずだ。こいつ。黙れ。ああ、黙れオスカー。蹴をされているだと負けられません。ちょーオスカー、ちょー、やれやれ。ラインパッド家のシェリー並びに留学生のベルフレア君が学園に押し入り、退学処分を不服とした突発的な犯行だった。こんなところですかね。君は故郷へ強制送還ですか、ベルフレア君。シェリー、君の家は今度こそ取り潰しだ。あんたをここで踏んじばって警察に突き出すという手もあるわね。やってみなさい、ゲット。
よう、また会ったな。あなたは、なんでここに。なんでって、そりゃ。全部あなたが仕組んだことだったんですね、オスカーさん。あなたほどの人が、どうして。どうしてかな、私が聞きたいぐらいだよ。地位や名誉というものは誇示すればするほど輝きが大きくなる。が、金というものは使えば当然のようになくなっていく。不思議なものだ。多心な私には金はいくらあっても足りない。ついには私は学園の金を使い込んでしまってね。このままでは身の破滅だ。あなたと同じということで、シェーリー。一緒にするな！おう！バカな！私が周到に用意した魔法陣から脱出した。この子は父親のとばっちりを受けているだけだわ。あなたのはただの道楽でしょ。正義も悪も突き詰めれば道楽でしかないのですよ。子供にはわからないでしょうが。さーて、ゲッツ、あとは任せましたよ。うまく処理してください。こんなやつぶっ潰してやる。ルーさん、部活に突っ込むと囲まれます。協力していきましょう。ま、しょうがないわね。足を引っ張らないでね、ガキども。この前の借りは返させてもらうぜ。お前ら、やっちまえな。来るわよ。覚悟はいい？なんだか照れますね。負けるわけにはいかないな。まだだ。よし。せいな。早く終わりなさいよ。雑魚に任せるなんて、舐められたもんだわ。追いましょう。こっちです。また汚いところは部下に任せっきりって、ほんとくじね。ま、当然私よね。よろしくお願いします。やりました。うっとうしいわね。うっ
負けるわけにはいかないな。ま、当然私よね。ちょっと待てしなさい。オスカーはどこ？あいつ、仕組みるよ。まあいい。このゲッツォ様が相手だ。前回味わった屈辱を晴らさせてもらうぜ。ふざけやがって。たたき、潰せ。たたき、潰せ。まだだ。ふざけやがって。早くコーダーだ。まだたたき、潰せ。いつでも呼んでくれ。まだ止まらない。せいや、よし、成長を感じる。やったぞ。あとはあんたたちだけよ。おとなしく投降したらどう？いいのですか？私が失脚すればあなたは後ろ盾を失う。この学園からも除籍されるでしょう。上流階級から本当にこぼれ落ちてしまうのですよ。そんなもの、もうどうだっていい。言いましたね。なら本当に一人になりなさい。娘として可愛がってあげた私という大いなる愛を失って。違う。彼女は一人ぼっちじゃない。俺がいる。母さん、私もいるわ。そうなのか。ノリだけど。ありがとうございます。普通に感動してるぞ。もう迷わない。私はあなたを撃つ。まし、その目、父親にそっくりだ。いつもはやる気のないような顔をして、誰よりも強く、おいしいところを全部持っていきましたよ。だから私はあの男が憎くて、その男の娘であるお前に憎い。シェーリー。別にあんたのことなんか。よろしくお願いします。アスカーさん、あなたと戦うことになるなんて。私も信じられません。あなたの父が王を暗殺するなんて。お父様はやってません。証拠はないんです。私だって何もしていませんよ。だ、証拠はないのです。あなたたちは賊として警察に引き渡しますよ。つぶす。やっちゃう。
そして、罪を償ってください。小娘が、認めんぞ。お前らみたいなガキどもに。英雄の俺様だ！ブレイン家に伝わる我が秘術、受けるがいい。ルーさん、全て飲み込まれてしまうがよい。これは飲み込まれる。そう、ところで終わるなんてね。今助ける。触らないで。うかつに触れればあんたまで取り込まれるわよ。これは触れたものを全部取り込む呪いだわ。近づけばあなたも取り込まれるだけ。勝負、あなたたちの勝ちにしてもらっていいわ。私の父に伝えてほしいの。ごめんねって。それに愛してるって。断る。ここから出て自分で言いに行けばいい。バカなの？触るなって言ってるでしょ。バカなのはお前だ。よくわからないけど、やらないといけないことがあるんだろう。だったら諦めるな。最後まであがいて何でもしてみろ。私を助けて。手を伸ばせ。こっち。バカ、このままじゃあんたも危ないわ。手を離しなさい。嫌だ。私の魔法が。今のはこの子の力なの？それに今あの子がまとっていた光は一体リディア様を倒したという男の血を引く少女、シェリー・ラインスタッドか。バカな、私は英雄なんだ。英雄は
あがめられ、すべてを手に入れる。地位も名誉も、そして、快楽も、手に入れ。さて、そろそろ警察が来る頃じゃないかしら？え、警察？タレコミ入れといたのよ。いくら腰が重くても、このドンパチは伝わってるはずだわ。そろそろ。おい、誰だお前らは？あの声は。さあ、逃げるわよ。おい。オスカー・ブレイン。かつての英雄の学園長は、盗賊団とつながり、私腹を肥やしていた。学園の資金の横領についても、露見したそうです。夜に押し入った義賊によって、成敗されたと。現在は、私は騙されたのだと言い続け、取り調べもろくに進んでいないと。とりあえず、めでたしめでたし、ですね。シェリーにも、そのことは話したんですか？ええ。どうでしたか？ウェイン様の王様への暗殺事件が発覚して、ラインスタッド家からは誰もが離れていきました。その中には、小さな頃から可愛がってくれた家族のような人々、使用人、友達。たくさんの人がいました。誰もが、お嬢様を見捨てたのです。お嬢様は、一瞬にして一人ぼっちになったんです。そして最初に手を差し伸べてくれたのがメイン様の旧友であるオスカー様でした。王宮にも顔が利くオスカー様はラインスタッド家の爵位剥奪を保留させ、資金を工面してこの店を開業する手はずもつけてくれました。オスカー様だけがお嬢様のために手を尽くしてくれたのです。どう見てもうさんくさい人ではありますが、お嬢様はオスカー様、本当に信じていたのです。トア様、お願いです。え？トア様だけはお嬢様を裏切らないでください。はい。うん。うっ、ルー来てたのか。なんだよ。あんた、長いとは、とか言ったわね。ん？借りができたわね。借りって、ああ。いや、気にしなくても。うん。いい気にならないでよね。ええ。それじゃあ、あの箱入りにも伝えておいて。そのうち、礼を言いに行くわ。うん？シェリー。父さん。その格好は？もしかして復学できたんだな。え？うん、違うんです。学園に最後の挨拶をしに来ました。え、そっか。学園残念だったな。もういいんです。お父様の言っていたことを思い出したんです。士官学校に行って授業はつまらなかったけど、そこで大切な仲間ができた。だからお前も学園という場でそういう仲間を見つけてほしい。学園生活を楽しんでほしい。あと制服が可愛いところに行ってほしいって。そうなんだ。学園には行けなくなってしまいましたが、私には友達がいますから。うん。ねえ、ちょっと。え？
いたわ。学園辞めるとか。はい。あの夜、私、学園長に呼び出されて。でも、ルーさんが代わりに行ってくれたわ。でも、何が起こっているか気になって、見に行ったの。そしたら、あなたが戦っていたわ。それは、きっと人違いですよ。そうよね。あんたのはずがないわよね。そうですよ。私、学園に借金してたんだけど、全部無効だって。だから、辞めるつもりだったのに、辞める必要もなくなったわ。よかったですね。ずっと、あなたのことが嫌いだったわ。クローンも何も知らない、貴族の娘。父親が英雄というだけで、周りから大事にされて。それが、すっかり落ちぶれて、学園の掃除なんかやらされて、うなだれてて、いい気味だと思った。はい。いい気味だと思ったのに、悔しいけど、あなた、以前よりずっといい顔してるみたい。え？これじゃ、全然いい気味じゃないよ。いろいろ、ごめんなさい。トワさんの世界には卒業式ってありますか？ああ、あるよ。それを今お願いできますか？え、それは…なんていうか、私に卒業式をしてほしいんです。ああ、うん、わかった。シェリー・ラインスタッド、卒業証書を授与します。ありがとうございます。じゃあ頑張っていきましょう。やれやれ、前向きでいいことだ。借金は帳消し？はい。よくわからないんですが、オスカーさんが違法な貸し付けをしていたとかで、本来の借金はすでに返し終えていたらしいです。その辺に詳しい役所の方でアーデレさんという方が教えてくれました。むしろいくらか戻ってくるそうです。過払いとかで。あの男はほんとクズね。でも借金があると思ったから必死に働くことができました。こうして完済できたのはオスカーさんのおかげとも言えます。はあ、まったく前向きというか、どれだけお人よしなのか。あれ？ということは、ここを売却する必要はなくなったと？そうですね。でも、私は約束通り買ってもらいたいです。ルーさんに。うん。いらないわ。私も宿敵の屋敷なんて考えてみたら、欲しくないわ。そうですか。でも、ルーさん、住むところを探していたんですよね。じゃあ、よかったら、ここに住みませんか？は？ルーさんにはいろいろ助けていただきました。お礼がしたいです。好きに使ってください。いろいろって言うほど何もしてないけどね。あ、私も一緒ですので。それでもよければ。お断り。あんたに施しを受ける理由はないわ。そうですか。だからここ借りてあげる。え？お金はいくらでもいいから、いい部屋を用意してよね。はい、ぜひ。そうだ、トワさんもこちらに移りましょう。え？いや、俺はあっちのままでいいよ。夜の帳簿管理もあるし、あっちの方がいろいろと楽だと思う。そうですか？ねえ、あれ気を使っているのよ、一丁前に。うるさいな。気を使うというと、何にでしょう。あんたも大概ね。
ほら、男と女なんだから、いろいろあるでしょ？男と女だから、いろいろ、って、なんでしょう。俺を見られても。あ、トイレとか。いやいや。そうよ。トイレとかどうするの？ええ、そんなことを気にしてたのか？そうだけど、他に何かあるの？いや、あそうと決まれば今夜は私の歓迎会よ。食べるわよ。自分で歓迎会って。いいでしょ？あんたらの店にあるもの、全部持ってきて。ケーキ漬けよ。私はルーベルフレア。この国で、私は英雄になる。